こいつは、リーの黒タグ、フィフティーズのリーライダースの、なんだこりゃっていう、初めて見たな、クレイジーパターン。カラーまで。本当だよね。右と左で。しかもさ、袖、何これっていう、このパターンの多さ。そうだね、頭いかれてんだろ、これ。これがまさしくクレイジーパターン。すげえ。えぐすぎる。フィフティーズって言ってたけど。ああ、なんかフィフティーズじゃないよね、うん、テンションが。これも生地、ジャンプとかで。ああ、作ってんのか。すげえ。なんかこの辺ウエスタンの生地だったりとか。ああ。ちょっとデニムっぽいのも入って。はいはい。そうだね、も入っててって感じなので、うん、すげえ、まあ、この生地数のだけ、ね、リーのシャツとか服があったってことですよね。こっちもなんかこんな柄でありましたね。 It's your jacket? Yeah 80% of my jacket is inside. すげえ。ここマジか。すっげえ。同じですね、完璧に。すっげえ。これ俺の本だからっつって。 80% of mine. Ah, yes. We wanna see your 80%. すごい。うわぁ、すげえ。1階にあったやつですかね、スカジャに関しては。結構確かにあります。 Mostly Salim Ganji. Mostly. Mostly Salim Ganji.ハハ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 。やっぱ何が一番興奮するってヴィンテージ、究極のスペシャルヴィンテージを見たときに限るよね。そうだね。ああ、間違いないね。触らせてくれないからね。ああ。This is Japanese. US? Yes, US and Japanese. They make after 40s. Ah, after World War II. Then they have souvenir work. Yeah, Strange Japan. Upside here also.ゴールデン衣装。 Only one page is missing. Only one page is missing. This is okay. Air Force の。すげえ。ゴールデン衣装。なんじゃこりゃ。なんかゴールデン街とかあったら面白いよね。僕ゴールデン街すごい好きなんですけど。いや、すげえ。いや、very amazing。すげえ。いや、もう早速あのこっちの山見てみたんですけど。あのもうまず真っ先にもうなんとなしに置いてて、あの何なんだろうなって思ったら、まあ、ハリツ式新地なんで1922年パターンのリーバイスがこんな簡単に置かれてますね。8922でいいんだっけ、本当にやべえやべえ、もう焦るわ、オタクが出るよね本当に、マジでもうもうなんすげえわ、だってもうよいしょ、だってこの状態ですよ、だってボロボロとかなんですけど、まあまあこれまあまあもちろんダメージはいってるんですけど、こんなに結構よいしょ、ペンキの飛び跳ねぐらいなんて全然切れる範囲ないですよね。うわ、耳あたりやえぐすげえな。なんかさ、こういう世界のヴィンテージコレクターみたいに会いに行くってやってみたいね。なんかクレイジージャーニーみたいな感じでちょっとキューティー、キューティーないけど、あ、そうだね、キューティー&ケンちゃん&ユーミー。ちょっと長いかな。長い。おお、おお、ブラウンズ。これブラウンズビーチ。しかも2着。オリジナルですね、間違いなく。何のありがたみもなく。何のありがたみもない。確かに言えてる。えぐいわ、マジ。なんかもう本当そこにいろいろ積まれてるなんか T シャツ類も多分やばそうなやつしかないっていう。やべえな、マジで。ちなみにこれぐらいの規模感ですね。本当に。これで 20%。そう。これとあとなんか棚の上にいっぱいあって、さっきなんか棚にいっぱいあって、なんか下にスカジャンがあって。すげえな、マジで。そこに置いてるのも、ああ、顔パッチですね。すげえ。
わお、おお、風車のナイキ。すげえ。何年代だっけこれ。これ何年代だっけ。70とかかな。70とか60だったっけ。やべえ、ナイキわかんねえんだよな。最近ね、ちょこちょこ復刻してる。ああ、そうだね。アイテムだけ、これは完全にオリジナル。ああ、完全オリジナル。すげえ。なんか、最初すごいもの見すぎて、なんかもう。あ、でも今、アトランタ五輪。地球80の五輪、アトランタじゃなかったっけ、確か。違ったっけな。しかもリーバイス。え、リーバイスなのこれ。うわお、しっかりと、しっかりとリーバイスですね。ロス五輪だったら、あ、ロス五輪、ロス五輪ロゴが、あ、ロス五輪か。1980、あ、1980が、わかんねえ、後で調べるわ。もう冬か、わかんない。かっこいい。すげえ、ロス。これもリーバイス。これもリーバイスなの。どひゃー、すげー。まあリーバイスジャケットも、もちろん山がなんか山で置いてありました、うん、山で置いてあるうちの一部って感じかな。うん、これはファースト。もうなんか、うん、普通に見えちゃうんだよ。なんかさっきやばいのついて。もちろんファーストで、まあでもいいダメージですね、やっぱ。うん、たまりません、このボックスのステッチが。袖口とか、うん、いいね、いいエイジングしてる。横軸に帰ってく感じ。ああ、はい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 、ここのね。これは針式で、かつ、まあ、ティーバックモデルではないと。次行きましょう。次はこちらの、セカンドのモデルですね。なんかこれもすごいな、37モデルと同じボタン使ってるのかね。黄色いね、なんかこれも。なんか光の影響じゃなくて、ちゃんと肉眼でも、うん、黄色い。これもかなり状態いいね。まあ、あの古着屋でどうだろう、20万レベルなのかな。色落ちが6割7割ぐらいか、 7.5 割ぐらいかな。まあ、状態も全然ダメージもなくいい感じですね。あ、いいね、バック、うん、バック綺麗だね。しかも腕の当たりも結構、あ、いいね。あー、こりゃやっぱリーバイスのジャケットって、ここがね、ここの腕の蜂の巣がやっぱ可愛い、かっこいい。で、3つ目もセカンドタイプですね。これはなんかすごいね、ここのなんかよれの当たりっていうのが、うん、バッカリングじゃないよね、なんかね、なんていうんだろうね、この当たりっていうのは。クラッシュは、うん、いやー、これもまたまた、ここの肘のリペアの、うわ、やば、何これ、ステッチが、なんじゃこりゃ。なんか歯磨き粉みたいなステッチ、ね、なんかイタリアの国旗のような、なんというか、あんまり見ない。てか初めて見たよ、こんな変なリペア。変だって言ったらあれですけど、ちょっともうかっこいい。これもこれでなんか面白いね、なんかどぎつい感じがして、イメージが。で、やっぱす、うん、セカンドの色落ちすごいいいな、これの全体的な。あとこれサイズすごい小さい、うんね、身幅ギリギリまで。ああ、確かに、もうステッチポッケがやばいね、こんなんしか幅がない。なんなら、キッズモデルなのかな、ちっちゃいよね、かなり。まあ、女の子が着ると良さそうなサイズ感ですね。もうなんか僕がいつも紹介してるヴィンテージと比べると、もう本当にもうなんか僕ってまだチンケだなっていう。すごい謙虚な気持ちになれるとともにね、やっぱちょっと頑張りたいなって思います。これはもう今、4着目なのかな。4着目もファーストで、で、そうそうそう、まあ、あのこれもまあ色落ちが結構なんかすごい、ここのもうあのボックスステッチが消えちゃったりしてるんですけど、で、ここ見るとどうやらこれちょっとミシンの跡が見当たらないんですよね。ってことは、つまりはまあ対戦モデルなんじゃないのかなっていう、対戦ファーストって呼ばれるやつかな、おそらく。よいしょ、ああ、見えないな、こっちか。タブが切れちゃって見えてないですね。いや、これもこれでいい色落ちしてます。
はい、5着目ですね。これもセカンドモデル。これもバッキバキの色落ちしてますね。これもいいな。うわーす、やばくねこれ。やばい。この蜂の巣腕の。もちろん、あ、こっちもいいね。たまんないっすね、これ。やばい、やばい。やっぱ俺、セカンドが好きかな。まあ、ファーストの大きいサイズの40ぐらいのサイズ、すごい好きなんですけど。38とか。うわー、すげえ、美しい。芸術ですよ、本当に。またサリムシのコレクションレアビンズミリタリーのものですねを見せてもらったんですけど、あの何よりもすごいのがナチスのビンズがこんなにあるっていう。これとかこれとかもかな。そういろいろ種類があって、まあほらほらとちらほらといろいろな群があるんですけど、そうまずナチスのビンズがどれだけ、まあ、珍しいかというと、ナチスのミリタリーアイテムってあの大体そのナチスドイツが崩壊した時に全部焼却処分したんですよ。でかつ、空輸とかあのそれを使ってあの他国に送ることができなかったと。だからこそナチスドイツのアイテムってめちゃくちゃ珍しいんですよ、まあ、こういったビンズとか、まあ、おそらく、まあ、誰かの、まあ、買った服に入ってたとか、まあ、そういったなんかいろいろな、まあ、経路をたどって、まあ、こういったところにたどり着いてきたんじゃないのかなと思います。だからナチスドイツのものはかなり高額ですね。いやもうすごいですね。なんかこういうなんか台所の棚みたいなところこんな感じで飛んでる。これはあのリーバイスじゃなくて、ウェア系です、ウェアハウス系ですねのヴィンテージ。まあどれも本当にまあ 40s 30s とかのものを集めてるものだそうです。これとかは違うか、これ D か D とかもありますね。いや素晴らしい。いやというわけで今回はもうめちゃくちゃスペシャルな、本当にスペシャルなら超スペシャルなやつをいろいろ発見することができました。素敵そうです、はい、いや次の機会あの僕たちは実はあと2日しかいないので、そのサリームのお家の 80% のコレクションを見せてもらおうとしたんですけど、その期間ちょっとミーティングで詰まってるということで、次の機会だったら来ていいよっていうことなので、次は多分もっとやばいの取れると思います。半年後かな、いければいいね。そうだ、うん、NEXT TIME ありがとうございます。それでは、本日もご覧いただきありがとうございました。それでは。